クウェートの衛星画像。ペルシア,アンが入り江になったところにクウェート市があり、その下の楕円形の黒い部分がブルガン油田の地上施設範囲。湾岸戦争でイラクに放火されたブルガン油田設備軍とアメリカ空軍の戦闘機ブルガン油田とは1938年に確認されたクウェート南部にある油田。確認原油埋蔵量約600億バレルを持つ世界。 第2位の規模の油田である。商業生産の開始は1946年。発見当時その途方もない巨大さから、世界の原油市況に影響を与えるのを恐れて、大きさに関する情報が一時伏せられたと言われる。この油田の発見によってクウェートは、第二次世界大戦後しばらくは、世界最大の原油埋蔵量を誇っていた。生産量は生産調整によって上下するが、 上限は180万バレル、日程度のようである。サウジアラビアにある世界最大のガワール油田と違い、現在でも原油が地表に自噴することから生産が非常に容易な巨大油田である。この油田の発見によりクウェートは世界の主要な産油国となるが、 1991年の湾岸戦争の際イラク軍によって、ブルガン油田をはじめとした、クウェートの石油施設は甚大な被害を受け、国内9つの油田で合計30億バレルの原油を失った。ブルガン油田が発見される以前、ムバラク大主張はじめサバーハケでは1913年、当時から油田の兆候に気づいていたらしく、1913年10月27日に、 インド総督に出した手紙の中で、ブルガンに見られるチャンスについて触れている。ありがとうございます。